そっか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 。パスタの時です。さあ、山崎さん。はい。16歳。さあ、続いてみましょうか。ですけどもね、そうですね、大阪城ホールというあのコンサートなんですけれども、話すんですね、もちろんでございます。面白いかそれは面白いかどうかはこれ言ってからに、あのマイケル・シェンカーという、うん、あのギタリストの、うん、それコンサート見に行ったの？そうそうそう、16歳です。シェンカー、はい、いや面白くはないですね。面白くないですけどいいじゃないですか。はい。で結果マイケルシェンカー、マイケルシェンカーを初めて見ました。ギタリストでございます。マイケルシェンカー誰ですかってギタリストだの、ヘビメタやったの、外国の人。そう、外国の人。どこのバンドですか？え、どこのバンドにいる？バンドのどこのバンドって、あのアメリカとかそうヨーロッパの。マイケルシェンカーというグループ、マイケルシェンカーっていうグループのマイケルシェンカーというギタリスト。自分のグループになってるの？マイケルシェンカーグループっていうんですよ。マイケルシェンカーグループ、マイケルシェンカーグループ言うて、どんなギターですか？どんな歌を歌う？あのね、こんなフライング V って言って、こんなあの V の形になってて、ヘビメタ？ヘビメタなんです。ほんでこうやってコミックバンドじゃないです。ヘビーメタル。もう喉が枯れてきましたよ。3人集まりましたよ。大谷マイケル。よし、どうしよう。山ちゃん怒んないでね。まあ流れで怒らせないでください。まだいけるね。